最後にどう取るのが適切なのかを解説しています。まず日光浴ですが、肌の老化に加え南国以外の冬はほとんどビタミン D を作ることができません。ただしビタミン D は脂溶性、ビタミン C なんかの水溶性ビタミンとは違ってすぐに体の外には出ていかないため、夏の日光浴である程度は冬まで持ち越すことも可能だそうです。総合的に考えると、個人的には日光浴は最低限浴びる程度にしておきたいところですね。肌は大事です。次に食事ですが、やはり青魚や酒、マスなどを意識的に食べる。青魚は最強のビタミン D 食材です。おまけ程度に天日干しのキノコも食べればより OK です。ただおそらくあなたも毎日青魚、酒、干しキノコ食べてます？食べてないですよね。てか無理ですよね。そんな毎日酒ばっかり食べてても私はクマかとなりますよね。たまにはお肉も食べたいじゃないですか。なので毎日食べられる人はそれでもいいですが、現実的に考えて基本的には無理となると、残りの選択肢は必然的にサプリメントとなってくるわけです。サプリだと一粒で25マイクログラム以上取れるものが普通にあります。私たちが飲んでるのはこのナウフーズというアメリカの会社のビタミン D3 1000IU。 IU は国際単位のことで、ビタミン D の場合 1000IU は25マイクログラムです。あとは週の火曜と金曜日の2日間はこのビタミン D3 と K2 が 1000IU ずつ入ったものを飲んでます。こっちはラグビーボールのようなソフトジェルタイプで、中身はビタミン D が溶け込んだエキストラバージンオリーブオイルが入ってます。食事中か食後に飲むといいそうです。対してこっちはカプセルで、中は粉末状、ちょっと大きくて飲みにくいんですね。こっちは360粒で1000円から2000円、こっちは120粒でだいたい同じ金額ですね。時期やサイトによってだいぶ変わります。なんかセールス販売みたいになってきたのでここらでやめておきますが、一応リンクを概要欄に載せておきます。興味のある方は見てみてくださいね。注意点としては、ビタミン D のサプリと他の薬を同時に服用すると副作用があったり、取りすぎて吐き気などの副作用もあるので、用法用量は医師に相談したり正しく飲む必要がありますね。まとめると、日光浴を適度に浴び、食事は青魚が基本、おまけ程度に干しキノコ類を食べ、不足分をサプリで補う。これが私たちのビタミン D に関する答えです。どうしてもサプリを飲みたくないという方、干し椎茸をたくさん食べてくださいね。はい、冗談はさておき、ビタミン D 不足はかなりの害です。意識して取るように心がけたいですね。冒頭でも述べた通り、この動画の結論は、日本人の8割はビタミン D 不足で不健康だから、日光を適度に浴びて青魚を食べるか、サプリでビタミン D を取って健康を維持して、お願いついでに椎茸も食べてねです。